鈴木しおりは、名古屋テレビ放送に所属する、女性アナウンサー。愛知県豊川市出身。血液型は B 型。豊川市立美都中学校、愛知県立自習館高等学校、上智大学総合人間科学部、教育学科卒業後、2007年4月に、目、テレ入社。英語と社会の教員免許を所持しており、地元の旧美都町で英語の教育実習をした。 同期のアナウンサーは、小出良子、武田貴樹、道野博久である。小中学校時代は吹奏楽部に所属していたため、今でもフルート演奏が特技である。高校時代からバスケットボール部に所属し、大学時には、若虎というバスケサークルに所属していた。大学時代から人気が高く、読者モデルとして活動していた時期もある。光る。 スポーツ研究所の企画でフィギュアスケートのプログラムを3ヶ月間の特訓でマスターした。当時は新人であったが発生練習よりもスケートリンクの上にいる時間の方が長かったという。2015年5月15日、自身がキャスターを務める目、テレアップ内にて入籍を発表。2020年4月27日アップ冒頭で 第一子を妊娠中で今週出産予定であることを公表し、同日より週3回にリモート出演に移行している。同年6月1日より東海3県間の移動自粛要請期間満了によりリモート出演が毎日になっていたが7月30日のアップのエンディングで7月31日より3級に入ることを発表した。2020年10月19日。 アップの瞬間アップのコーナーで第一子を出産したことが発表された番組企画で銀盤の要請に目、メテレアナ、鈴木しおり中日スポーツ2008年1月13日閲覧目、メテレアナウンスブツイッター2020年4月27日閲覧目、メテレアナウンスブツイッター2020年7月30日閲覧 テレアナウンス部ツイッター2020年10月19日閲覧ありがとうございます。